田中正義は神奈川県横浜市出身のプロ野球選手。宇と右内ち。福岡ソフトバンクホークス所属。愛称は名前の正義を英単語で表したジャスティス。小一から投手として野球を始める。創価高等学校一年生の秋頃に右肩の痛みから一旦は外野手となるが、創価大学に入ってから再び投手となる。 池田隆秀は、高校、大学を通じて、チームメイトで、大学の3学年先輩に、石川修太がいる。創価大学時代、創価大学2年春、東京新大学野球連盟のリーグ戦、競泳大学戦で公式戦初登板し、最高球速時速 151km、11、脱三進完封勝利。三年春から東京新大学野球連盟所属の、 リーグ戦において無失点を記録し、6月末のユニバーシアード代表と NPB 選抜の対戦では NPB 選抜から7打者連続で三振を奪った。同年秋の東京新大学野球連盟所属のリーグ戦でノーヒットノーランを記録した。4年春にはリーグ戦の試合中に高校1年生の頃に発症した右肩の痛みを再発し、ほとんど登板することができず、 7月中旬には右足の太ももの裏の肉離れを発症した。秋には痛めていた右肩が回復し、リーグ戦で自己最速記録時速1 5 6トルにあと時速1トルと迫る時速1 5 5トルを記録した。当初は MLB を希望したが、後に進路を NPB12 球団に絞り、目標を最速時速1 6 0トル超えと、 シーズン200投球会に設定した。翌10月3日にプロ死亡届を正式に提出した。10月20日のドラフト会議では、5球団が競合し本人も望んでいたソフトバンクが交渉権を獲得。11月19日八王子市内のホテルで入団交渉を行い、契約金1億円プラス出来高払い5000万円、年俸1500万円で契約し、 同月22日にソフトバンクの新人選手入団会見が行われ、入団が正式に発表された。背番号は25、球場で表示される登録名は田中正義2017年シーズンは3月中旬から右肩に違和感を覚え、リハビリ組での調整となる。6月23日に行われた西武ガストの3、軍船において、 宮崎春季キャンプ中の紅白戦以来4ヶ月ぶりの実戦登板とプロ野球での対外試合初登板。その後もリハビリ組での投球フォームの改造など調整を続ける。9月23日に行われたウエスタンリーグ対阪神戦において先発登板し3回を2安打2失点。最速時速 149km でに軍港式戦初登板。 一軍公式戦の登板機会はなく、二軍公式戦も上記の一試合のみの登板で、三軍戦においても七試合の登板にとどまった。2018年シーズンは宮崎春季キャンプとオープン戦で結果を残し、開幕一軍選手登録される。4月1日に福岡や福岡、ドームで行われた対オリックス戦において、9回表に五番手の 中継ぎ投手として一軍公式戦初登板を果たす。以降10試合に中継ぎ投手として登板したが、7月に体調を崩し、1ヶ月の自宅療養を余儀なくされる。8月中旬には、リハビリ組に復帰したが、以降の登板機会はなかった。シーズンオフの11月19日、契約公開交渉に臨み、50万円ダウンの年俸1400万円でサインした。 2019年シーズンは宮崎春季キャンプの紅白戦において急速時速 149km を記録するなど好調だったが右肩の張りを訴えリハビリ組での調整となる結局一軍での登板は一試合のみに終わったシーズンオフにはプエルトリコのウィンターリーグに派遣された2020年は右肘痛の影響もあり一軍登板なしに終わった最速は 時速 156km の直球、スライダー、フォークなどを軸に投球を組み立てる。一番得意な変化球はフォーク。ありがとうございます。